ロッキード・マーティン -55 アッカロッキード・マーティン -55 アッカは先進的な複合材を使用した新しい貨物、輸送能力を実証するための実験的な総発輸送機である。本機はアメリカ空軍参加の空軍研究所のプロジェクトであり、実機はカリフォルニア州のパームデールにある国際的な航空宇宙関連企業であるロッキード・マーティン社の 先行開発センターの施設で製造された。X-55 は従来の高翼配置の輸送機に先進的な複合材製の胴体を使用した場合の効果を実証するために一機だけ特別注文で作られた機体である。X-55 を量産に移す計画はない。この機体は既存のドルニエ328ジェットを 基本としており、元のアルミニウム合金製胴体の全部客室ドアより後方を新設計の胴体に交換している。新しい設計では、以前の素材よりも低温、低圧環境でのオートクレーブ外生産が可能な複合材料を選定し、広範囲に使用している。新たに拡幅された胴体には、ローディングランプを使用して、荷物の積み下ろしができるようになっている。 新しい胴体部は垂直尾翼ごと巨大な単一部材でできている。既存の全部胴体と結合されると胴体は全長16.8メートル直径2.74メートルになる。この胴体は上半分と下半分で成り立ち、各々がカヌーに似た略大型をしている。上下胴体は環状フレームに接着されている。全部客室ドアより、 前方の胴体は既存の328ジェットの部品であり、全部胴体と新規の後部胴体はファスナーで結合されている。胴体の製造にあたり部品点数を1、10、ファスナー本数を3、40に削減したという。2008年4月時点では、胴体は製造中で、改造した機体の初飛行は2008年、9年の冬と予定されていたが、 複合財政胴体製作中の不具合により予定はずれ込んだ。遅れは株胴体外比の不十分な接着に起因しており、二つ目の胴体を製造しなければならなかった。初引っ越は2009年6月2日にカリフォルニア州パームデールにあるロッキード・マーティン社の先行開発センターの施設で空軍研究所とロッキード・マーティン社の協力のもと完了した。 2009年10月に、米空軍により悪化実証機は、X、X-55A と命名された。ありがとうございます。